吉江さん、エホバの証人はすごいですよ。実はね、今年の2月、エホバの証人さんにお話したことがありました。今回のこの感染症っていうのはアルマゲドンでしょうか、ね、いやー違うでしょう、すみません。世界中を巻き込んで恐怖のどん底に落とし入れた、この規模で起きた感染症騒動もまあアルマゲドンではないそうなんですよ。まあ事実ね、アルマゲドンじゃないなって今ならわかるんですけども、すごいですね。じゃあどういう事態だったらアルマゲドンが来るのかなということで、すごく不思議だなと思いますよね。例えばね、アルマゲドンって映画がありました。隕石が地球に向かってくるみたいなね。でも隕石が地球に落ちるその瞬間までは地球は何にも変わらないんですよね、普通に鳥が飛んでいて、ランチは取れていて、電車は動いている、何にも変わらないんですよね、実はね。じゃあどっちがアルマゲドンなんですかね。アルマゲドンの瞬間に一瞬にして地球が終わる、そっちの方が恐怖なのか、それともね、じわ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 と長い、暗黒の時代が続く、そして最後に、まあ、復活の余地が残されているにしても破滅に向かう、これがアルマゲドンなのかということですけども、気がついてみたらですね、そのアルマゲドンはもういいんですけども、気がついてみたら吉田さん、エホバの証人さんから始まったリレー、これも長いんですけども、あの山口陸2012年の2013年ですかね、あのコンテンツで縁が始まって、今までね、おそらくですよ、なんか戦後最大と言われた安倍政権の歴史と私たちの歴史はほぼ一緒ぐらいですよね。でしかも安倍政権は終わりましたけども、私たちの関係はまさにね、両方死ぬまで続くという片っぽが死んでも多分ね、まあ分かんないですね、どっちかがどっちの死の臨終でね、ビデオ回してると思うんですよ。で葬式の模様とかね、埋葬する模様、こうやって動画で回して一人で喋ってると思うんですよ。で多分一人リレーですね。まあ私が多分こうやって話すじゃないですか。そして返信は自分でするんですよ。吉田さんだったらこういう風に言うに違いないなと思って、じゃあどうも吉田ですみたいな感じで返信動画を撮って、それに対してまた私がね、こんにちは速稼塾の久保ですみたいな感じで一人芝居をやってるというね、そんなこともあり得るかなと思います。まあでもこの関係ってのはね、本当珍しいかなと思います。山口陸20時間ライブ、あれをやるのも異常だったんですけども、20時間ライブのね、一部だけを見てる人ならいると思うんですよ。もしくは10時間ぐらいなら見た人がいると思うんですよ。いやしかしね、20時間そっくりそのまんま見てる人はなかなかいなかったんじゃないかなと思います。しかも20時間終わる最後のラストシーンね、なんかね、あれですよね、24時間テレビのラストに似たようなね、感動を得たかなと思うんですよね。まあ吉田さんもきっとそう思ってらっしゃると思いますけどね。まあやっぱりビジネスって信頼関係が必要だと思うんですけども、その信頼関係がね、壊れるんじゃないかなとか、間違いがあるんじゃないかなってことをやっぱり気にするから、契約書を交わしたりとかね、いろんなカンファレンスがあると思うんですけども、私は吉谷さんみたいに、お互いまあ緩い関係というか、適当というかね、契約書もないし、明確な文言もないし、しかも金額の設定もないしみたいなね。でお金のやり取りもうお互いはしてないというね、でも両方とも儲かるみたいな、こんな仕組みってのは珍しいんだと思うんですよ。まさにね、信頼があれば契約書はいらないと。で結果が思わしくなくても、別にあいつのせいだとかなんとかじゃなくて、まあそんなこともあるよねぐらいでね、次行こう次みたいなそんな緩い関係ですよね。これはだからね、基本的に自力で稼ぐ能力がお互いあるからだと思うんですよ。自力で稼いでるから誰かの稼ぎに依存しないというかね、ただ私はね、他の人については別です。他の人が何か持ちかけてきた時は、そもそもちゃんとやるのか続くのか、そういうのに信用がなかなか起きないんですよね。まあ、だから契約書を取ったりとかね、事前振り込みをいただいたりとか、あとは私がね、じゃあやる部分についてはギャラはこれだけですっていうふうに提案します、で先に振り込んでくださいみたいな、だからね、まあ、そういうふうな意味ではそっちはビジネスライクなんですよ。まあだからね、あんまり人と組みたくないかなと思いますよね。まずその段階でいざこざするんで、で頼んでくるんだったらこっちの言うことも聞けよってことにもなりますしね。まあ私はだから人に頼まれなくても自力でやっていくんで全然困らないんですけども、何か持ちかけてくるときにね、例えばこの案件アフィリエイトしてくださいってときは、まずね、そのアフィリエイトの案件の確かさと、それからね、なんと言いますかね、まあ継続をちゃんとしてるかどうかってことなんですよね。できるかどうかっていうことと、その辺がやっぱり信用できないかなと思います。売るときだけポンと出てきて、久保さん久しぶりです、実はねって言うからすぐにこういう話になってくると。でも普段の付き合いがないとよくわかんないですよね。
その人が本当に熱い思いを持っているのか、それとも適当にその場限りのセールスをするのか、サポートはちゃんとするのかってことですよ。2013年に創価塾入ってくださった皆さん、第一期生としてねやってくださってますけども、その方は私のサポートが今でもあることをよくよくね知ってると思うんですよ。今でもサポートしてますよね。今でもこうやって毎日のように、それこそね1時間ごとに何か動画が上がってくるみたいなそんなペースだと思うんですよ、それはまさにね、自分が私が一番の創価塾の塾生であり塾生の筆頭ですよ、でまあいろんな格好でね出てきて、これ今ラブライブですか、こういう T シャツもね撮影用に買うわけですよ。これなんなんだこれはみたいなね、ちょっとまあおたくさんの気持ちになってみるということもありますけどもね、まあいろいろとね今回も思い出すことが多かったですね。まあエホバの証人さんに感謝ってことですか、じゃあ私もエホバの証人さんにちなんでじゃないですけども、まあ安倍総理と私たちの共通点っていうことのタイトルにしましょうか。安倍総理と億万長者合宿、そうですね、そういうことにしましょうか。それでは行ってらっしゃい。